こんにちは、速稼塾の子でございます。特別定額給付金が出るか出ないかということでね、まあいろいろと話題が最近出てないと思いますけども、私はね基本的に出ないと思ってるんですよ。出ないと思うから、じゃあ出すためにどうすればいいかってことでこの動画をずっと続けてるんですけども、先ほどねコメント入ってきました。出る可能性はないから期待をもたらすのはやめましょうということだったんですよ。ということでね、今回はちょっと皆さんに、ね、絶望をね味わわせればいいのかなということで試しに動画を撮ってみました。私もね出ないと思うんで、もうね出すな出すなというね、そういう風な動画を特別定額給の第2弾を出すなという風なね、今度あれでしょ、非常事態宣言もあるでしょ、だ出すなっていう動画で絶望をもたらしたいと思うんですけども、それは気に入っていただけるですかね、ということでございます。よし、もう与党もね野党もね第2弾の給付金なんて出すなよっていう風に私が YouTube で言えば期待を持たせなくていいのかなということでございますけども、まあ極端ですよねこれはね、ちょっといやいや意地悪な返信動画でしたけども、まあ何も言わなければじゃあいいのかなってことなんですよ。で結局ね、期待を持たすのはやめましょうってことですけども、私がどう言っても期待をしない人は期待しないじゃないですかと思うんですよ。で私はその誰かによってね、それを言わない方がいいよとか言っちゃダメだよとか、そういうものではないんですよ。感じたままに表現して違ったかなと思ったら、あ、間違えましたねみたいな訂正の動画を撮ったり撮らなかったりするんですよ。もちろんこれね訂正動画を撮る義務はありませんので、その時感じたままに言ったりやったりなんですよね。で何を信じてね、何に影響を受けるかっていうのは本当人それぞれだと思います。私がこう言ってもね、低評価をしてお前の言うことは全部嘘だっていう方もいらっしゃいますし、いや久保さんが言ったらそうかもしれないよねというふうに受け取ってくださる方もいます。ただですね、世の中無数に情報が溢れている中で、何を選んで結局どれを自分は信じていくのか、確認していくのかっていうのは、これね本当にね強制もできませんし、強制しようったってね強制されないでしょ、ということで今回もいつもの結論です。私がねいくら何を言っても、私の視聴者さん皆さん賢いですから、自分の判断で決めて行動します。ですんで私の言葉に影響力を受けてね、無有病者のように、あ、久保さんが言ったらその通りですみたいななる人はいないです。いないと思います。皆さん賢いんで、だから賢いからこそあんまり再生数伸びないと思うんですよ。もちろん私の動画を見てない方も賢いから見てないと思いますね、ですんでね、あまり私の視聴者さんを安く見るもんではないかなと私は思ってるんですけどね。だからこういうことを言う人もいるんですよ。久保さんがそういうこと言ったらね、みんな影響を受けて間違った方向に行きますよって言うんですよ。いやそれはね、私の視聴者さんをバカにしすぎ、それはだと思いませんか。なんかすごくひどいこと言ってませんか。私の言うことをいいダクダクと受ける人がいるみたいなことを喧伝するわけですから、私はそんなもんじゃないと思いますよ。皆さん一人一人明確な意思を持って自分の未来を選択している素晴らしい方だと思います。私がどうこう言ったところでね、それを真に受ける人っていないと思います。例えばですよ、試しに言ってみますよ。今日ね、夕方5時から宇宙人がやってきて地球を征服します。これ影響受けます？ね、どうでしょうか？ということで今回の動画は以上です。